今らは川口を脇の下に挟まり、片首腕を振り唇を結んで、その刀を入れてる方をじっと見ていました。おいどもまっすぐに首を伸ばして、しきりにそっちを望みました。風はだんだん強くなり、足元の雪はさら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 後ろへ流れ、まもなく向こうの山脈の頂に、わっと白い煙のようなものが立ったと思うと、もう日光はすっかり灰色に暗くなりました。雪わらしの目は鋭く燃えるように光りました。空はすっかり白くなり、風はまるで引き裂くような、早くも乾いた細かな雪がやってきました。そこらはまるで灰色の雪でいっぱいです。雪なんか雲だかもわからないのです。おかるなどはもうあっちもこっちも、あっちもこっちも、みんな一度に散るように切るようになりだしました。散るように切るように、地平線も町もみんな暗い煙の向こうになってしまい、あっちもこっちも、雪わらずの白い影ばかりぼんやりまっすぐに立っています。あっちもこっちも、散るように切るように、その作業を